モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族パート、おもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語アマオセットプレゼント。この糸物語アマオセットというのは、飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖アマオいちごソースがセットになったもの。もともと糸物語という牛乳が美味しいので、その牛乳で作るヨーグルト最高です。はい、それからね、博多アマオでいちごソース作ったらこれも最高に美味しかったっていうことで、ヨーグルトにかけるもよし、バニラアイスにかけるもよしっていうことで、はい、ぜひ頑張っておもろい家族にマッサージメッセージお寄せください。ごめんなさいね。マッサージしちゃうか。いろいろね、考えてることがあるんですよ。もうね、なんか同時に頭の中でいろいろ考えてて、午後になったらあれしなきゃいけない、これしなきゃいけないとか、頭の半分がで上の空で番組やってるんで。全員集中でお願いします。すごい、今なんか忍者の格好しましたね。間違ったの。全集中ってそういう風なスタイルなの？違う、これドローンスタイルです。鬼滅の刃見たことがないのでよくわからないんですけど、今忍者が忍術をかけるように全集中でよろしくお願いしますって言った後、間違えたって、間違えたはよくわからないですけど、アクションは昭和でしたね。失礼しました。僕鬼滅見てないからわからないんですよね。ごめんなさいね。さあそれではね、今日届いたおもろい家族、まずはねこちら女性の方ですね。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。我が家の可愛い三男坊の話聞いてください。はい、もうすぐ1歳半になる三男坊、まんまねんね、あっち、ないないなど語彙が少しずつ少しずつ増えて、コミュニケーションが取れるのがとっても楽しい。そんな中でもお気に入りがワンワン、犬を見てワンワン、猫を見てワンワン、動物見るとワンワン。先日お風呂に入ろうと洋服を脱がせて、おむつを脱がせたところでワンワンと嬉しそうに言うんです。そう、皆さんご察しの通り、自分の息子を見てワンワンと呼んでいたんです。どちらかというとゾウさんだよねなんて言いながら家族みんなで大爆笑。その後お兄ちゃんたちのを見てもワンワンと。最近では毎度毎度風呂の時に聞くのが楽しみになってきました。そういえば次男はトマトって言ってましたね。なんだそれ、なんでしょうね。トマトっていうの、わかんない。トマト発音難しそうだし、トマトがなんでしょうか、ね、プチトマト。いいですよそれは。今もうこうしようとしましたが。あのさ、何ですか。なんで、うん、親指と人差し指で輪っかを両手で作って嬉しそうなんですか。もうさせなさんなって。もうこういうのはね、でもね、本当にきちんとした言葉を教えてあげないといけないですから。ね、あまあ聞いて言わなくていい。ごめんなさいね皆さん、あの本当ちょっと力が有り余ってるんです。だからもう毎日放送がねパワフルすぎて、私も自分自身抑えられないっていう大変なことになってんですよね。ごめんなさい。さあそれではね、続いてこれいきましょうか。ひろこさんという女性の方ですね。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。我が家には年子の3人の子供がいるんです。上から4歳長女、3歳長男、2歳次女。朝から晩までわー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 賑やかというかうるさい、そんな子供たちですが、半年ぐらい前から3人で遊ぶことが増えたんです。よくやっているのがおままごと、お母さん役が長女、
犬役が長男、赤ちゃん役が次女。どうして犬が出てくるの？わからない。お母さんが犬にひたすらお座りお座りとしつけする内容。長男は飼い主の指示を忠実に守ってお座りをし、時々ワッと吠えてます。次女はそれを見ているだけ。何が面白いのか全く分からない。これいい ね、これは最高ですね。やっぱ年子だからこそっていう感じだと思う。何が面白いのか全く分からないけど、特に注意することもないので私も静観していました、うん、それから数ヶ月、次女が小走りできるようになった頃からおままごとの内容が変わったんです、うん、お母さん役が次女、犬役が長男、猫役が長女。犬と猫がお母さんを追っかけますという内容。おぼつかない足取りで必死に走り回る次女をハイハイしながら長女と長男が追っかける。そんなに広くもないリビングをぐる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 こけそうでこけない次女。ワンワンニャーニャーと言いながらハイハイで追っかける長女と長男。子供って本当に面白いですね。数ヶ月後今度はどんな内容になっているのか今からとっても楽しみ。我が家にちなみに、あ、ちなみに我が家にはペットはいません。人間だけで手一杯。最高のメッセージです ね。これはうちに一回遊びに来てほしい。楽しそう。これは楽しい ね。これは本当に楽しい、うん、エンドレスでしますしね、子供ってね。同じことをずっとやりますからね。そうだね。延々やるからね。延々とね。さあ、それからね、これもいきましょうか。女性の方からいただきました。中島ちゃん、おはようございます。おはようございます。私はパートナーと子供が3人いるんですが、運転はほぼ私、パートナーはゴールド免許、なぜならほとんど運転しないから。女性ですよこちら、ね、彼は運転が苦手、下手というレベルじゃなく、うん、下手くそ。レベルが上がってるんですね。そういうこと。下手というレベルじゃなく下手くそというレベル。私は乗り物用意することがあるんですが、自分で運転するときはほとんどその症状は出ない。でも自分で運転してるときに時折眠くなることがあって、そういう時は何とか工夫して眠気を覚ますんですが、どうしようもなく眠くなった時、パートナーに運転を代わってもらったことがあったんです。助手席で眠るかと思いきや目が覚めてすっごくドキドキ、センターラインに近くなったあり、路肩に寄っていったあり、あのたまにやっぱフラフラする人いるよね。いらっしゃいますね。緊張で眠気なんか吹っ飛びます。電柱が左側にあったりするとぶつかるんじゃないかと体が右に避ける。うん、車が右に行かないとぶつかることは右に行かないとぶつかるこ車が右に行かないとだから右に避けるっていうか、うん、体重を移動させるっていうことね、うん、車が右に行かないとぶつかることは頭では分かっているものの、ついつい体が右に傾く、うん、なので再び私が運転するとまた眠気が襲ってくる。でも運転を変わったりしません。下手なジェットコースターよりはるかにドキドキ、命がかかっているので。子供たちも後部座席で怖い怖いと言って静かにしていたのが、私が運転すると普通に会話したり歌を歌ったり、もちろん車庫入れも言わずもがな。自宅の車庫入れも何度も何度も切り返して、自宅の車庫から出るときにガリガリガリって削ったこともあるんです。その時すっごい音がしてびっくりしたのに、止まることなく発車して目的地まで行ってしまいました。子供たちに運転免許取ってもらって、助手席に、助手席ではなくてもいいんです、私を乗せてもらう日はいつになることかしら。少なくともパパより上手に運転できるようになってね。ねえ、ね、そうなんですね、まあ、苦手なんでしょうね。そうでしょうね。そうそうそう、うんうん、でも苦手な人はなるだけ運転しなくていい状況であれば、ですね、運転しない方がいいのかなっていうふうに思いますけれどもね、うんうんうん、